島津忠久は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将。鎌倉幕府御家人。島津氏の祖。正式な名乗りはこれむね忠久という。出自、青年については諸説ある。自称3年2月8日、春日祭司の行列に具部している記録が史料上の初見である。忠久はもともと石関家に仕えるとの武者であったが、自称樹栄の乱において、 源の頼朝が台頭してくると、母が頼朝の目の友だった縁で、頼朝に徴用されるようになってくる。元略2年3月、比企吉和の手勢として、平気追悼に加わっていたと見られ、恩賞として、元略2年6月に、頼朝より伊勢国発出よくりや、スカソウジー当職に任命される。島付文書では、この時の名は、佐平城、これむね久と記されている。 文治元年8月17日付で、源の頼朝の推挙により、摂関家領始末層月職に任命される。これが忠久と南九州との関係の始まりとなる。その後まもなく、始末層の総持党に任じられている。また、同じ年に、品野国園伝総児党職にも任命される。文治5年の欧州合戦に、頼朝配下の御家人として参陣し、 研究元年の頼朝の上落の際にも行列に愚伏している。研究8年12月、大隅国、薩摩国の守護に任じられ、この後間もなく、日向国守護職を部任される。研究9年、左衛門の城に任官される。諸国で守護や軍事当職に任命されているが、これ以降、忠久は、最も広大な始末層を本願にしようと、その地名から、 島津西門の城と称する。島津家家臣により書かれた山田聖栄時期及び島津国史によれば、地頭となった忠久は、文治2年に薩摩国山門院の木、群れ城に入り、その後、日向区島津院の堀の内御所に移ったと伝えられている。この他に、三国名小図絵では、研究7年に山門院から島津院の宿吉御所に入り、その後、 堀の内御所に移ったとする伝承もある。しかし、史実としては忠久が三門院、島津井にいずれにも移住したとは認められず、伝承に過ぎないという指摘がされている。鹿児島県泉市の木村城市宮崎県、都の城市の宿吉御所門中後に建てられた、関比泉市教育委員会による木村城市の解説版では、文治2年、島津忠久が、薩摩、大隅、 日向三国の自当職に任せられた後、家臣の本田貞鹿を認知に下校させて、三国の情勢を探らせたことが記されている。三門院の豪族を平らげて研究7年貞鹿は、三門院の木群れに城を築いて、島津市三州支配の基礎を作ったという。すなわち、忠久自身が、木群れ城に定住したことはないが、木群れ城は、薩摩国の守護所であり、 ここに、本田氏ら、守護島津氏の家臣が常駐し、守護勢力の拠点となり、五代、忠久まで至るのである。なお、木群れ城市東南200メートルの付近は、野田町の家地という地名であるが、当時城郭内になっていたと伝えられ、城市内に、竹林城市と伝えられている区画があり、本田貞忠地下の居城であったという。島津氏は、初代、島津忠久が、 鎌倉で活動して、そこで生涯を終え、二代目、島津忠時も同様に鎌倉で没する。三代目、島津久常が原稿期に下校して以来、南九州への在地化が本格化し、四代目、島津忠宗は、島津市として初めて、薩摩の地で没した。島津家当主で、南九州に土着したことが確認できるのは五代目、島津貞久以降である。 イカリアマジロに貞久の守護所が置かれていたという。頼朝守護の兼任3年9月、比企の乱が起こり、この乱で忠久は、北条氏によって滅ぼされた、比企吉和の縁者として連座し、大隅、薩摩、日向の守護職を没収された。この時、忠久は、第、明寺の紛争を解決のため、守護として、初めて認知の大隅国に下校しており、鎌倉には不在であった。 同年10月19日、勤めを終えて戻る、上洛の無事を祈り、大名寺に願文を収めている。引きの乱後は在京していたと見られ、権略3年2月に三大将軍、源、佐根友の学問書版となり、御家人としての復帰が見られる。同年6月の和田合戦においては、勝者の側に立ち、乱に加担した、開国鶴軍の古軍師の所領である測り僧を、配慮した。 同年7月に、薩摩国自童職に改離保され、同国守護も同年再任されたとみられるが、大隅、日向守護職は、北条氏の手に渡ったまま、その二国の復権がなされるのは、南北朝時代以降のこととされている。上級三年の上級の乱後は、品の国たた所ころ職と越前国守護職を獲得した。この頃には、これむねに変えて、藤原政を称している。 現任元年に八十当主の随病を務め、過六元年にはケビー氏に任じられ、過六二年には文を守るとなった。過六三年六月十八日の辰の時、かっけと赤りにより死去。墓は、島津や第二十五代当主、島津重秀により、江戸時代後期、鎌倉の西五門に、源の頼朝の墓と共に建立され、頼朝の墓の右隣に寄り添うように建てられている。 忠久の出自については、島津国史や、島津市政党系図において、摂津大阪の住吉大社境内で忠久を生んだ、単語局は、源頼朝の側室で、忠久は、頼朝の楽院とされ、出自は、頼朝の側室で、比企吉和の妹、単語局のことされている。そのため頼朝より皇宮を受け児童に任じられたと、されている。その他の出自にかかる説について、 正久の実父については、これむね公原であったとする説もあるが、通時の問題などから抗原の実施説については、近年疑問視する説が有力であり、養子であったとされている。その場合の実父候補に関して、正久や弟、中期の中から、これむね氏で、正氏の字を持つこれむね忠だが父親であるとする説が存在する。母親に関しては、正久は、 県任三年の比企吉和の変に、演座して、処分を受けているので、比企支援者であるとみなされ、吉見啓図に記されている通り、比企に長女の単語内詞であるのが正しいとされている。将軍学問書番版務や、恩明道に関わる行事の差配を任されていることから、正しさが、区家文化に深い理解を持っていたと考えられる。これに対して、吉見啓図によると、単語内詞は、 無双の歌人であったとされ、忠久の孫、創尊、原尊にあたる越前島津市の忠景、忠宗、忠秀が歌人として有名である。また、忠久の生誕地である、住吉大社は後悔の神として信仰されているが、当時は和歌の神としても推敬されており、上限2年の住吉釈迦会合にも参加したことが、知られる女房36河川の一人、義衆門院単語が、 説源氏の出身でもあることから、義州門院単語が忠久の母であるとの説も提示されている。青年については、島津刑図などによると、自称三年とされているが、自称三年時点で、山縁樹や極陽に、左平城忠久として記載されていることから、1179年には、任官されるに足りる成人男子であったと思われるので、少年は、 自称三年より十数年以上遡っているものと推定される。忠久は、鎌倉時代以前は、京都の公家を警護する武士であり、親戚は大隅、日向国の国士を務めていた。出身であるこれ宗家は、この家の家師を代々務めた家で、忠久は、この家に仕える一方で、源の頼朝の御家人であった。東国武士の引師や畑山氏に関係があり、 儀礼に通じ、頼朝の信任を得ていたという。これ宗家がもともと仕えていたこの家は、平末元から、島津荘の寄進を受けた、藤原頼道の子孫である関白、藤原忠道の長男、元真をを外する家であり、鎌倉時代から、島津の荘の小園領主となっていた。また、元真の子である奇痛については、婚約者であった。 現義高を殺害された直後の源頼朝の頂上を姫を気痛に突がせる構想があったことが知られており、最終的には実現しなかったものの、この構想に関して忠久の関与の可能性が指摘されている。こうした源頼朝、この駅を巡る関係から、島津忠久は自動職、守護職を得たのではないかと考えられる。以後、島津家は、 島津荘をめぐって、この絵家と長い関係を持つに至った。鎌倉時代から南北朝時代の作、憲法着色、鹿児島県指定文化財。長く京都の鉱山寺に伝わった作品で、蔵主は島津忠久だとされる。付属する松方正義筆の遺書書きによると、源氏元年に島津久光が本作品を見せられ、 後に、島津忠義が本作品の入手を待つ方に依頼し、明治31年にようやく、島津家に譲られたという。島津歴代略記では、自称3年12月30日としているが、これは、源頼朝の落印説に則っ,ってぬもの、山縁樹記には、佐平城、忠久と記されている。元略二年の自童部人情に、佐平城、忠久と記されていることから、山記の、 左平城忠久は、これ宗忠久を指すものであると推測される。父方と考えられるこれ宗氏には、平安末期、薩摩、大隅、日向などの国詩に認じられた者が数名がおり、忠久は、この延長線上に立って、両家並びに、頼朝から、島津宗月に認じられたとの見解もある。先薩摩三門院に、おした夫より、島津の未生にご移り、 島津の昭和省内なり、三カ国を、省内ため懐より在所なり、さほど、省内南郷う五重所城内に、島津五所参りて、五座高吉、伊布邸の足立影森、次長らは、引き市側から離れ北条氏側に着いたため、連座していない。ありがとうございます。